あ、なんかめっちゃ落ち込んでる人いる。大丈夫ですか？何かショックなことでもあったんですか？辛いのさ。辛い。あの、僕なんかでよかったら、初対面ですけど、何でも聞きますよ。ありがとう。優しいんだな。いえいえ。俺は生きてるのが辛いのさ。どうしてですか？料理をするやつが最後。料理は盛り付けとか飾り付けも大事ですからね。見た目も大事ですからねって言って生きて盛り付けするやつを見るたんびに悲しい気持ちになるのさ。そんなことで落ち込んでるのですか？そうさ。まあでも料理見た目大事ってその人がこだわってはるんやから別にいいんじゃないですか。でも料理は盛り付けも大事だからって生きてたやつがパスタを立体的に盛り付けようとして失敗してベチャってなって周りの人間が誰が見てもうわ失敗したって思っているのにそいつが急にまあ胃の中に入ったら一緒やからというさっきまでと同じ人間とは思えないような180度違うことを言い出すのが辛いのさ。まあまあそれよくある冗談というかまあ言いますけどね。そんなセンシティブなんですね。そうさ。俺は何もかも信用できなくなって結婚式をキャンセルしたのさ。結婚式をキャンセル？そうさ。その言ってた盛り付け生きてた相手はあなたの結婚相手ってことですか？違うのさ。全然関係ないけど人間を信用できなくなったからもう結婚するのはやめたのさ。奥さん何も関係ないんですか？関係ないのさ。パスタを立体的に盛り付けようとしたやつの餌食さ。まあ餌食ではないけど奥さんかわいそうでしょ。俺は料理は見た目も大事やからなって言って盛り付けようとしてたやつが失敗した途端にまあ胃の中入ったら一緒やからというあの豹変ぶりについていけないからインドへ行ったのさ。インドの盛り付け汚そうですからね。そうさ。でもさインドはどうしたんですか？シンプルに料理がまずかったのさ。贅沢ばっかり言うな。ボケが贅沢ばっかり言うな。日本俺辛いのさ。